今回は1953年に公開された10代の誘惑を見ます。高校3年の節子はアパートで姉と2人で暮らしている。開放的な性格で小説を書くことに夢中。文学青年の会合に参加することもある。節子の旧友三つ子は恥ずかしがり屋の無口な娘。同級の春彦に恋心を抱いているが、面と向かえば一言も言えない。といったお話のようです。三つ子を若尾彩子が演じています。続々10代の青天に続く10代ものだね。そうだね。本作はこのシリーズの最後の作品らしいよ。そうなんだ。それでは一緒に見ていきましょう。重役さんたちが大勢いらっしゃるんでね。何べん言うの？うちのお掃除は私、会社の掃除はお母さんでしょ？すまないね。すっかり私の代わりさせちゃって。そんなこといいか、早くいらっしゃいよ。遅くなるわよ。はいはい。信夫もとしこも、お姉ちゃんに世話焼かせちゃダメよ。はい。いってらっしゃい。姉ちゃん。姉ちゃん。ああ、何してんの？ボタンかけたままじゃないの。ほら。姉ちゃん、弁当は？お膳の下にあるでしょ。ち、おかずが少ねえや。贅沢言うんじゃないの。はい、いっちゃ上がり。姉ちゃんとはだんだん本当の空屋さんのようになってくるわ。バカ言ってら、学生アルバイトだよ。ねえ。そうよ。のびちゃんだって大学にはアルバイトしなきゃダメなのよ。うん。宝くじ売りより蕎麦屋の方がいいな。シューマイやチャーハンいくらでも食べられるし。何言ってんの？だって姉ちゃん、この頃とっても太ってきたぜ。バカね、太る年頃なの。さあ、二人とも早くしないと学校遅れるわよ。行ってまいります。何すんのよ、早く行きなさい。姉ちゃん、今夜シューマイのお土産持ってきてくれよ。うん。私はまんじゅう。二人ともお腹がパンクするほど持ってたんだからね。ち、今そんなこと言うな。いつだって残り物じゃないか。だった。
急に急ごうだな。だってもう時間ないでしょ。大丈夫よ。あたしゆべ徹夜しちゃったのよ。今ね、50枚の長編書いてんの。眠くてしょうがないわ。君たち急がないと遅れるよ。あ、行きましょう。あたしちょっと。じゃあお先ね。もしもし、青木さん。今夜6時からだったわね。バラ色の青春って題にしたの。処女作にしてはちょっとしたもんよ。大丈夫よ。あと10枚ぐらい書けばいいの。今日早引きして書き上げちゃうわ。おはようございます。君はいつも遅刻するね。早く行きなさい。叱られた。だってあの先生いつも怒ってばかりいるんですもん。あなたがいつも遅いからよ。お姉さんに言いつけるわよ。嫌だ先生、そんなこと言って。あ、ダメダメ、はっかえなくちゃ。あ、いけない。カルチャーの語源はカルティベイト。耕す、工作するっていう動詞だったね。つまり人間の意志と力によって創造していくという精神文化の意味を多く持っている。これに対してシビリゼーション、これは物質文明の意味を持っている。あ、これで思い出した。ほら始まった。出してこい。僕の先輩の小説家で。遅いじゃないか、君。でも、私、今日本当お休みしようと思ったんですけど、先生の講義があるから無理して出てきたんです。ほら、そういうことは、学校出たての若い先生に言いたまえ。しょっちゅうサボりなんだぜ。そうだよ。待ってないよ。今日だって遅刻してきたろ。さっきはすいません。僕びっくりしちゃった。どうしたんだい。あれ、こいつ赤くなってやら。月村美月と何かあったのか。バカ、何もあらしないよ。彼女が、彼女が。
勉強かね。おじさま、ちょっと静かにしてて。なんだ、また小説書いてるのかね。そんなものして学校の勉強しなさい。おじさまに文学はわからないのよ。バカ言いなさい。わしはお前たちと親代わりだよ。もう大人になったじゃないの。親代わりなんていらないわ。何を言うんだ。女は結婚するまでは一人前じゃないんだ。ん？姉さんの方はまあ、キンキン片付くからいいとして。お前はまだまだ、5年先か下手をすると10年先だ。わしも一苦労だよ、これから。なんだ、出前か？私が行こう。うん、いいのよ、私が行くわ。ちょっと忙しいんで、頭疲れてんのよ。だってお前に出前させちゃう。そんなこと平気よ。そうかい？気をつけてな。ええ。危ないよ。おい、すんなよ。あ、月村さん。今朝あんないたずらしたの。あっ、ねえ、今度あんなことしたら承知しないわよ。だってもうすぐ売り物になるんだろ。何言ってんのよ。ああ、なんですね、二人とも。だってね、今朝ね、登ったらこれ売りますなんていたずらするんですもん。恥ずかしかったわ。まあ、お姉ちゃんにそんなことしちゃいけません。ごめんなさーい。ねえ、修学旅行のお金、あんたには大変すまないんだけど。うん、いいのよ。私初めから行くつもりなかったんですもん。でもね、人様並みに。うん。それよりのぶちゃんのおば作ってあげましょうよ。寒くなったらかわいそうだわ。うん、すまねえな。バカ。ごめんね、あんたに苦労ばっかりさせて。うん、なんでもないわよ。さあ、ご飯にしましょう。いらっしゃい。うん。貧乏がなくなるような世の中にならなきゃダメですね。なんだ、やぶから棒に。お父さんなんか自分がお金持ちだってこと一度も疑問に感じたことないんでしょ。春彦さん、あんた少しあっちの方がかぶれたんじゃないの。そんなことじゃないよ。お母さんだってこんなごちそう食べられるの当然だと思ってるんでしょ。おいおい、まあ、なんだい店員は。お父さん、僕たちのクラスにはアルバイトに品そば屋の女中までやって勉強してる人がいるんです。んお前その生徒が好きなんだな。違うよ。そんな夫人じゃないよ。お前も女の子に関心を持って年頃になったが。父さん、そうやってすぐ茶化す。いや、そうじゃないんだよ。お前がそんなに頼もしくなったかと思うと、お父さん嬉しいんだよ。あなた、つまらないことを立てないでくださいよ。春彦、時間もすっかり変わってしまって。なに、春彦だってもう18だ。時には女の子にだって気も惹かれるさ。みんな、不真面目だ。春彦さん。いいよ、ほっとけよ。
節子、香原さんお待たせして悪いわよ。節子、もうちょっと、ちょっと待ってよ。ほっときましょう。さあ、どうぞ。もう少し待ってやろうよ。できた。出来上がったの？え、傑作よ。読んでみましょうか。そんなこと後にしなさい。まあいいじゃないか。せっちゃんも今度芥川賞候補ってとこだからな。それほどでもないけど。でも今の女流作家ってだらしないでしょ。ああ、ごもっとも。その息その息。お立てないでください。この子ったらすぐ息になっちゃって、オドバルみたいにプーッとお高くなるんでしょ。ほら、オドバルんだなんて失礼ね。川原さん、私未来の小獣とよ。怖いのよ。失礼しました。あら、もう7時だわ。私行かなくっちゃ。あら、どこ行くの？今夜グループの集まりがあんのよ。まあ、川原さんに悪いじゃない。今まで待たせて。でも、私のいない方がいいんじゃない？まあ、バカね。川原さん、お姉さんってね、恋人の手でも放棄の手でも大して変わりないって人なの。だからたまにはお姉さんの心臓の血が逆流するほどリードしてあげてよ。ブツはやせつくかも。私なんてちょっとこうしただけでも、天国の恋、地上の恋、永遠の恋、自由自在ってもんだわ。行ってまいります。ただ終電車までよ。時間できて悪いけど。ごめんなさいね。わがままで。いや、天真爛漫でいいですよ。しかし、僕の手、ほうきの絵よりいいよ。まあ、そりゃそうですわ。そうさ。やあ、いらっしゃい。こんにちは。来てるわね。いらしてます。ごめんなさい、寒くなって。おやすみ。ちょっとちょうだいね。ここへ来ると心が洗濯されたみたいだわ。学校の友達、男の人はガツガツ受験勉強、女の人は全然精神年齢低いでしょ。お話になんないわ。せいちゃん、君いくつになったの？17よ。おお。何感心してんのよ。僕はまた13ぐらいだと思ったんじゃんす。バカにしないでよ。ね、ちょっと自信あんの。早速聞いてちょうだい。はあ、今からあくび？みんなあくび出しといてね。途中だと気が散るから。じゃあ読むわよ。コスモスの花も散り、やがて菊花繚乱と咲き乱れる頃となった。時は去りゆく。芸術は流し。どう？出だしから断然気に入っちゃってるの。なるほどね。思っても。よいしょよ。例の連中来てるね。ええ。ところがなんか面白い話ないから。ありませんね。やがて降り始めたボタン雪、儚くペーブメントに消えていく頃、ついに7号室の窓明かり闇に消えていくのであった。へえ、今度は面白そうですね。静かにしてよ、じさん。青木さん。あ、いいよ。とつい。傑作だね、ワントフ。いいね。いいね。まあ。どうや、山村さん。そうだね。どう、村田さん。なんていうかな。つまり、なんでやんすね。ウイスキーの醤油割りでやんすかね。ねえ、それどういう意味？いいかい？君の経験と年齢を持ってたね。中年男と未亡人の恋愛かけるとでも思ってるの？だって、少女小説なんておかしくって。
でやんすから、ウイスキーの醤油割りができるんでやんしょうね。第一ね、男女関係の経験なくして、小説は無理だよ。そのものズバリ。いいわ、わかったわ。ん？あ、なんだ、君か。どうしたんだ、今自分。ちょっと、上がってもいい？うん。さあ、どうぞどうぞ。こんばんは。はあ、珍しいね。ははあ、また小説を見てくれってんだな。ん？じゃあなんだい。先生。ん？キスして。接吻よ。えらくまた白き直ったもんだな。この間の居座り強盗より鮮やかだ。だって、男女関係の体験なくして小説は書けないんでしょ？バカ。誰に悪知恵をつけられたか知らないが。要するにだね。人間この万事、背伸びをしないってことが必要なんだ。君の論法でいけば、その辺の町の女や女給の中から、どんどん名女流作家が出なきゃならんはずじゃないか。じゃあ、私って、不良？いや、善良だよ、君は。ただ、ちょっと。ちょっと何よ。時々ブルがね。でも、どうせ偽物なら善良ブルより不良ブル方が立派よ。君。そういうのを注意がも哲学って言うんだ。あ、そうだ。君、こんな本読むといいんだ。これ参考になるかしら？なるかならないかわからんが。他に読みたい本があったら、どれ持ってってもいいぞ。ほんと？君、君。おい、そんなに持ってったって、一時に読めやせんぞ。大丈夫よ。じゃあ、これだけお借りします。さよなら。あ、ごめんなさい。僕にはとても真似できないよ。真似する必要なんかないわ。驚いちゃった。これから君を見習ってもっとたくましくなるよ。ああ、ごめんごめん。たまたま。あれだ。えい。ああ。僕ね、もっと前から君と話がしたかったんだよ。私も。だって君、僕と目が合うとすぐ横向いちゃうだろ。全然嫌われてんのかと思っちゃった。私もよ。なんだ、そんならもっと前から話せばよかったな。今からだっていいわ。あ、まもなく関西旅行なんだろ。僕あっちの方行ってよく知ってるんだよ。だからほぼ案内してあげるね。で、ごめんごめん。あんたは月村光子さんかね。藤本先生が呼んでるよ。はい。
さんのお姉さんがあなたにぜひお話があるんですって。妹のことなんですけど、あの子ったらとんでもないじゃじゃ馬なもんですから、修学旅行行って何するか心配ですの。それで私、あなたを節子さんの後見役に推薦したところなの。あいにく私は行かれないから。あら、後見役だなんてそんな大げさなことおっしゃるからよ。自由外出の時などご一緒に出ていただくだけで結構なんですの。あの子一人の話にしておくと本当に何するかわかんないですもの。今度の旅行、私行きません。え？あ、これは失礼。すみませんね。有川先生。お？ちょっと。いや、しばらくです。何です？月村君、いただいとこうじゃないか。せっかく辻君のお姉さんが旅費を出してくださるって言うんだから。お願い。もちろん節子さんには内密にっていうことですから。誰にも気兼ねなく、ね。三つ子、先生方お二人がこうまでおっしゃってくださるんだから、ありがたくお借りしといたら。ああ、よかった。これで五子さんにも申し訳が立つし、先生に来ていただいた甲斐もありますわ。いや、実にけしからん先生ですよ。僕を用心棒か秘書ぐらいに考えてるんですからね。何かって言うと引っ張り出すんですよ。先生、もう一人旅行に行けない方が。ん？誰だ？入院してらっしゃるひろこさん。私、自分だけいいことしてるみたいで、なんだか悪いです。明日お見舞いに行ってきます。そうか。栗浜の病院だったな。ええ。よし。僕も一緒に行こう。はい。ん？羨ましいわ。みんな元気で旅行にいらっしゃるのね。私、いつになったら治るかしら。ハニー、大丈夫だ。若い人の病気だ。すぐ治る。うん、それで思い出した。先生ったらどこでも脱線なさんですね。うん、いや、そうじゃないんだ。実はね、戦争中僕は沖縄の戦線にいたんだ。君たちも知ってるだろう、例の姫入り部隊。あの少女たちと一緒に僕は爆弾砲弾の雨の中をさまよっていた。その時初めてある少女に所長を見た。所長って？まだやだそんな話。まあ聞きたまえ。その時本当に泣いちゃったんだ。あら、その人が？いや、僕なんだ、泣いたのは。いや、今だから笑えるんだ、君。僕はその時本当に感激したんだ。戦争という大きな暴力にも負けずに、一個の人間が成長していく力。僕はこれを感じたんだ。強いもんだ。人間が成長していく力というものは。宮下君、君だって今、ぐんぐん成長していく年頃だ。必ず君だってこの力はあるはずだ。さあ、元気を出して、頑張るんだよ。ね？先生、私、自信持ちますわ。そうだわ。本当にそうよ。三つ子さん、元気で行ってらっしゃい。お帰り待ってるわ。お土産買ってくるからね。お願いします。Thank you.
おばさんと素敵ね。なんだ、みんな案外趣味古いのね。私そんなもんに興味ないわ。食べない？とにかくな、こうなってるんだ。本当ですか？いや、笑うけど本当だぞ。うん、うまそうだな。月村君、向こう空いてるよ。ええ、私ここでいいわ。そう。おい、今夜一杯やろうぜな。おう、お前も行くだろ。なあ、ダメだよ。どうして？滝がうるせえからな。もうめっちゃだよな。行こうよな。行くな。うん、よし。君たちどこの学校？東京の城南高校です。城南高校って浅草ですか？いえ、違います、駒場です。あ、そう。なんであいつ？いや、もうね。あんたたち、東京の城南高校ですね。ええ。東京は懐かしいな。あら、あなたも東京？ええ。僕もしばらく慶応にいたんです。専門が日本の古代美術でしょ？東京じゃ何かと不便なもんですからね。京都の大学に変わったんです。あら、じゃあ京都の方詳しいんですね。ええ。まあ、大抵のことは。そうね。修学旅行って言うと、結局学校の延長でしょ？決まったとこしか見らんなくって。じゃあ僕は、自由が必要。え、お願いします。ぜひ。そうだな。今日奈良で調査したことを、教授に報告しなくちゃいけないから。どうでしょう？今晩8時に八坂神社の前。え、いいわ。節子さん、何よ。夜の京都ってロマンチックでしょうね。いや、素晴らしいです。みんな静かにして、みんな静かにして、静かにして、ちょっと聞いてくれ。今から自由外出してよろしい。ただし10時までには必ず帰ること。遅刻した者は厳罰に処す。京都なんか珍しくないよ。こっち勝手にしろバカ。節子さん、あなたどうしてもいらっしゃる？え、行くわ。でもちょっと早いかな。行かない方がいいんじゃないかしら。大丈夫よ。じゃあ私もついていくわ。ずいぶん大人げないよね。でも私ね、さっきから今夜のこといろいろ考えてんの。なんかとってもロマンチックになりそうなの。それなのに3人じゃぶち壊しでしょ。月村さん、大井さんよ。待っててくれたんだね。さあ行こう。でも、節子さん。君、あれほど約束しといたのに。今度の旅行、初めから辻君とばかり歩いてるじゃないか。ごめんなさい。でも私。そんなに僕のこと信用できないのか？うん、そんなわけじゃないわ。わかったよ。初めから僕のことバカしてた。大石さん。ちょっと待ってくれ。ダメだったら。あ、大井さん、私困っちゃったの。節子さんは大学生に会いに来って出かけちゃったの。大学生って？ほら、奈良からの電車の中で一緒だった人。ああ、あいつ偽学生だよ。
どうです?私酔っ払っちゃったわ。お酒飲む店初めて?うん、何度も行ったことあるわ。キャバレーだって、バーだって。おお、じゃあキャバレー行こうか。私の想像の中でね。私って時々夢か空想か現実かさっぱり分からなくなっちゃうの。節子さーん。辻君、こう行ってみよう。どう、夢より現実の方がいいでしょ。あっちだ。君、寒くない？うん、何すんのよ、話して、いや、話してよ、いや、よして、話してったら、おい、いやだ、話してよ、いや、いや、節子さん。おいさん、おいさん、あ、おいさん。どうしたの？おい、お前たちなんで人の邪魔するんだ。行きましょうよ。なんだあいつ。うん、もう帰りましょう。だって辻君は。うん、いいの、遅くなったから早く帰りましょう。ね、早く。うるさいわね、黙っててよ。どうしたの今頃。どうしたの。しあら、閉まっちゃった。開けてください。おいや、まだこぼれていたんかいな。おじさん、今一人帰ってきた。みんな帰りました。早かった。おじさんも早いお会い。先生に分かったら来るだせ。今時の若いもんだかな。あれ、達者な奴らだな。おい、今までどこ行ってきたんだ。え？あら。今頃までどこ行ってきたの？おじさんと。おい、明日から踊るよ。早く。大井さんと一緒だったの？なんだっていいじゃない。ほっときなさい、人のことなんか。あれ、こいつ。はい、城南高校の中裁、大井春彦は、ただいま美術決めないことを断じます。Yeah!
したんだ。京都の世に結ばれた恋、古き都に燃えた青春の父よ。ちょっとしたアルトハイデルベルクだね。なんだよそのアルトなんとかっての。知らねえのか。うん、若い王子様が遊学中に美しい乙女と恋をした一編のラブローマンスなんだ。全然いいんだね。おお、ケティ、僕は約束をするよ。おい、よせよ君たち。怒んなよ。僕たちはみんな君の審判だぜ。え？バカ。ね、あの人たち結婚するかしら。もちろんよ。私たちの近くで絶対させんのよ。ほっときなさい、人のことなんか。ねえ、あの人たちのこと先生知ってるかしら。知ったら大変よ。何言ってんの。大体教師なんていうものは空想力も美的感覚もない、ただの実用品よ。いわばたわしみたいなもんよ。僕も二人の噂を聞かないでもない。先生、デタラメですよ、そんなこと。まあそうだろうね。しかし、二人で夜中に抜け出したことに疑いがかかるのは当然だし、僕もなぜって聞きたいんだ。言えない理由があるんだね。返事は今すぐじゃなくてもいいが。その代わり君たち、噂に負けないだけの自信を持つか、あるいは自分を守るために、すべてを説明するだけの勇気を持つか、どっちかであってほしいね。わかった？じゃあ帰りたまえ。君、生徒の扱いが少し寛大すぎるぞ。いや、僕は生徒たちを信用することにしてます。なるほど。聞こえはいいがね。時としてそのことは教育者としての無能を意味するんじゃないかな。まあ、ことが大きくならないうちに、今の二人の家庭には一応連絡を取っておいたよ。待ってください。もう連絡したんですか？君の態度が少しまどろっこしいからな。しかし、まだ事情もわからんうちに。困ったもんだな、節子のやつも。はい、どうぞ。あ、いらっしゃい。その節はいろいろとありがとうございました。いいえ、こちらこそ。節子さんにちょっと。あ、まだ帰ってませんのよ。上がって待っててくださいね。さあどうぞ。じゃあ失礼します。お、ほら、いらっしゃい。これの叔父です。節子はいつもお世話になって。さあどうぞ。さあどうぞ。今もこれと話しておったんですが、節子のやつどうもいろいろ噂の立つようなことばかりしておりました。本当に過ちでも犯して新聞記事でもなるようでしたら、それこそこれの結婚話にも響きますし、心配しておったところです。三つ子さん、あの子は旅行先で本当に何もなかったんでしょうね。ええ、私たちの言うことはさっぱり聞かないで、本当にこれからもいろいろお願いしますわね。わしからも頼みます。私失礼します。あら、みつこさん。まあよろしいじゃないですか。まあいいじゃありませんね。ごめんください。あ、みつこさん。どうだった？ダメだわ。節子さんのご一家を不幸にするようなこと、とってもできないわ。君、どうして辻君のうちが不幸になるの？ねえ、本当のこと教えて。僕たちとんでもない誤解を背負い込んでるんだよ。それも事実をはっきり証明すれば、いっぺんに吹き飛んでしまうことじゃないか。おいさん、許して。今の私にはどうしても言えないことがあんの。そりゃあお互いに大事な子供でございますから、まあどちらが悪いのなのって申し上げてるわけじゃございませんの。
まあ、できてしまったことは仕方がないとしても、今後のことをお互いに気をつけませんとね。でも、うちの娘に限ってそんなこと。じゃあ、うちの春彦が誘惑したとでもおっしゃるんですか？いえ、そんな意味じゃございませんの。あいにく、今日は学校へ参れませんでしたんで、奥様のお話を初めて伺ったわけなんです。いずれ、子供が帰りましたら、よく聞き正しまして。しかし、先生方のお耳にまで入るようなことになってしまいましたんですからね。いえ、もちろんうちの春彦にも責任がないとは申しませんけれど。このお嬢さんですね。ただいま、お母様にもよくお話申し上げましたんですけれどね。今後、うちの春彦とは、一切お付き合いしないようにいたしましょうね。お互いにまだ学生なんですから、今はただ勉強さえしてればよろしいんですからね。じゃあ、私、これで失礼します。じゃあ、ごめんください。学校から手紙が来てたのよ。嘘よ。私たち何でもないわ。みんなが勝手に電話届いてんだ。いいわ。誰が何て言ったって。母さんは、あんたはそんなバカじゃないっていうことはよく知ってるんだから。でもね、噂を立てられたのは、あんたに隙があったからのことなのよ。一体いつからそんなこと言われてんの？お母さん、何も聞かないで。私を信じて。じゃあ、何も聞かない。あんたを信じて。さあ、もう泣かないで。ね。こんなことにくじけて、学校嫌になったりしちゃいけませんよ。心にやましいことがなかったら、先生堂々と。ね。今のあんたには、勉強が一番大事なんですからね。うん。修学旅行の出来事について、みつこが事実を言わないからモヤモヤしたな。わかる。なぜみつこは事実を言わなかったのかしら。ちょっとわからないな。節子さんのご一家を不幸にするようなこと、とってもできないわってみつこが言ってたけど。節子をかばってる感じなのかな。そうだね。あと節子の見守りを頼まれたのに、うまくできなかったことも関係しているのかもしれないね。なるほど。いずれにしても、別にみつこが悪いわけじゃないし、事実を言ってもいいような気がしたな。節子が男に襲われそうになっているのを助けたわけだし。確かにお酒を飲んでたみたいだけど、それは秘密にするとして門限を破ったくらいなら言っても大丈夫そうだよね。そうだね。他に何か感じたことはある？修学旅行中に学生が今夜一杯やろうぜって言ってて驚いたな。わかる。あと南田陽子の出番が少なくて物足りない感じがしたわ。確かに青天シリーズではほぼ主役レベルの役を演じていたのに、今回は出番が少なすぎるよね。うんうん。次回は10代の誘惑後編を見ます。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。
もしよろしければ、高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。